こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は長い指と短い指の説明です。手の、ね、大きさとも、比例は普通するんですけれどもね、一応解説です。まず長い指ですね。精神的なこう世界に非常に興味があるタイプが多いですね。ですから、宗教とかカウンセリングとか、占いもそうですけども、潜在意識にこうアクセスしやすい、ね、いろいろ惑星の波動を受けながらアクセスしやすいというふうに言われています。それに対して指かい短いですね。指ですね。これはどんどん動いていくタイプということが言えるかと思います。非常に活動的な、ね、方によく見られますね。ですから、よくね、リーダーが短い指で参謀が長い指っていうコンビネーション、これは結構うまくいくパターンというふうに考えられるかと思いますので、チーム組むときにはそういうふうにちょっと自分と違った相手とか指の長さの方と組むといいと思います。はい、ではまたアップいたします。